浜君に出してくれてありがとうございます。の人いっぱいいると思うので、はじめまして。はじめまして。何でしたっけ。あ、そうですね。はじめましてが多いので、自己紹介をさせてもらいたいと思います。ボーカルをやらせていただきました、2年の2年のコアンナです。なんやかんやって、やっとサマホンですね、に出ることができて、本当にありがたいです。ありがとうございます。私のバンドメンバー紹介しましょう。このバンドのリーダーの、はい。リーダー、あ、です。お願いします。リーダー、練習はもうちょっと待ってたんですけど、やっぱ本番で緊張しますね。やっぱ高津を踏んでないとね。これから勝負します。次はギターやってくれてる若菜ちゃんです。おばすのモブ担当です。よろしくお願いします。そんなことないよ。そんなことないよ。ドラムの向こうさんです。おばすのディラン担当です。よろしくお願いします。わからん。すいませんでした。そうですね。なんか話そうと思ってたけど忘れたんですけど。俺も忘れちゃった。あ、七夕でも次も MC あるんですよ。ちゃんとそこ。あ、そう、次の、あ、気持ち切り替えましょうか。じゃあ次の曲やりましょう。はい。
ありがとうございます。シックスランジのメリールーでした。七夕の逸話をついさっき、あ、なるほど、じゃあ全然いけました。七夕の逸話を知らなくて今日まで、でさっき教えてもらったんですけど、何でしたっけ、なんか織姫と彦星、1年に一度なんか会えるみたいですね。なんか七夕のなんか何ですっけ、笹竹みたいな、ね、なんかなんかあるじゃないですか、短冊。そう、なんか大塚ミーツの目の前のね、あの笹、目の前に笹がね、七夕の日はあったのね。でそこをこう見てたわけ、みんなの願いを叶えてあげようと思って。で見たら、なんか31歳独身連絡くださいって書いてある短冊に、一番下にその、いや違うけど、なんかその手書きのね、手書きの LINE QR があって、めっちゃ可愛いこの人と思って、裏もじっくり見たわけ。で裏をじっくり見たって、裏見たら、あの本物の QR コードもあって、もし本気なんだけど、そのよく考えたら、その七夕って星に願うものなのに、その通行人をその夢を叶えてくれる人として扱ってるわけじゃん。それって七夕に対して失礼だなと思って一回、そう、一回怒ったんだけど、よく考えたら、そのなんか出会い系アプリとか、Tinder とかタップでやるよりはロマンチックなんじゃないかなと思って、出会い方が素敵かもしれないと思って、来年お願いします。来年してください。よし、じゃあ行こうか。はい、良くないな。はい、閉まりましたかね。次ある曲が最後なんですけど、次ある曲のよく出てくるフレーズっていうんですか、キャッチフレーズがバンド名になってる僕ら世界の真ん中、まあバンド名と真ん中なんですけど、なんでまあ覚えて帰ってくれたら嬉しいです。ここは世界の真ん中、I'm not afraid to die.
ことでした。ありがとうございます。